ということで、ハワイからアロハ、オレナです。さあ今日はちょっと静かなんですよ。ちっちゃい子がまだ今いないプールで、これを持っているんですけれども、あのね、小さい子たちが来るんですよね。そうするとですね、もうすごく元気があり余っていて、もうね、すごいよ。3時間とかずっと泳いで喋ってるからね、キャーキャーワーワーね。今ね、まだ来ないの、そういう子たちが。なので今のうちにちょっとね、お話しとこうかなと思っています。で、そうですね、どんな感じかですね。どんな感じかというと、こんな感じになっているんですね。結構ね、泳ぐ人も結構真剣に泳ぐから、泳ぐのうるさいの、みんな。それでね、私のとこ貸してくれている大家さん、日本人の方なんですけど、お家はね、違うとこにあるのね。だけど鍵持ってるでしょ。だから来て、もうね、ガチでここですっごい泳いでます。毎日すっごい長い時間で、ね、しっかり泳いでね、健康を維持してる、もうスーパーウーマンなんですよね、大家さんね。そうそうそう。さあ何を話そうかな。暑くなったけど、なんかここ綺麗に撮れますよね。うん、いいかもしれない。そう、なんかね、公式 LINE ね、たくさんね登録していただいて、ちょっと嬉しいです。何が嬉しいって、今さ、本当にロックダウンなんですね、ホノルルが。だからホノルルというか、ハワイがロックダウンだから、ハワイに行ってもお友達に会えないの。そうすると旦那さんと2人だけなわけですよ。もうどれぐらい2人でいるのっていうぐらい、こっち来てから1人2人ぐらい会ったぐらいで、あと誰にも会ってないの。さすがにもうね、なんかちょっとね、そういうのって多分皆さんもそうでしょね。だから本当に公式 LINE ってね、皆さんがね、あれをくださるんですよ、メッセージを。もうそれが嬉しくてしょうがないの、本当に。なんかね、ちょっとね、涙出るぐらい嬉しいです。なんかありがたいなと思いました。ちょっと声聞こえてますかね。風でちょっとすごくなってきましたね。そう、なんかあれなの、ジャグジーとかもあるんだけどね、すごく今塩素がきつくなってて、やっぱりね、あと何人までしか入っちゃダメとか、あとこの椅子もちゃんとあれですよ、間空いて座らないといけないとかね、やっぱりそれは、気をつけています。中にはエレベーターは2人じゃなくて3人まで大丈夫だけど、マスクはしてくださいってなっていましたね。え、そうだから、早くね、お友達と会いたいねってみんな言ってる。でちょっとばったりお散歩で会ったりしてもハグできないじゃないっていう話をしているんですよね。なんともねという感じです。私は早く公園行って行ったりして、公園でね、フラを踊りたいんですよ。でも叶わないしねっていう。そう、なんかだからお家の中で踊ったりしてるけど、やっぱり外がいいよねって。そのうちこのプールサイドで踊っちゃおうかなとか思いますけどね。いろんなことね考えます。でもここはテニスコートがあって、まあもう朝から夜まで皆さんすごいテニスして遊んでますね、大人の方が。運動してますよ、こっちの人は。それにしてもなんか、じゃあ今日はのんびりしてていいな。あんまりね、暑くないから、これぐらいの日だからね、綺麗に映るじゃないですか。ちょっと嬉しいですね、こういうのもね。でもちょっとね、遠慮して喋ってるからね、どうなのって感じですよ。
でもね本当にすぐ焼けちゃうの。この間もプールじゃない海でプカプカね彼と遊んでたんだね。それだけですごい焼けたのね。曇りの日だったんだけど焼けちゃったんですよ。うん、ね、どんなことねあるの。なんかいろんなことがあって夜寝られなくなっちゃったりとか、昨日はねやっぱり早く寝たんだけど、寝る前がちょっと良くなかったのかな。そしたらなんか本当に目が冴えちゃって、そしたらなんか写真の整理とか始めちゃって、そしたらロコモコちゃんの写真が出てきちゃったら、いやーもう寂しくなっちゃう。もう本当にねもううーって感じでしたね。もう本当にやっぱりね寂しいでございますよ本当に。やっぱりなんかさね、うちの猫ちゃんも可愛いけどさ、やっぱりなんかさね、やっぱりちょっと違うんじゃないね。そうだからなんか本当になんかね、あ思い出したら泣いたって言ってきちゃったよっていう感じで、昨日もなんか泣いちゃってたんですけど、ね、あれですかね、ホームシックってやつですかね。なんかでも多分ね、日本のみんなもこうやって友達に会えないとそうなるよねってすごく思います。時差があるからなかなかね、あの電話とかができないしさ、っていうのがすごくあります。なんとも、いや本当にね悲しい。なんだろうね、私結構ホームシックかかる人なんですよね。意外でしょ、これだけ世界中飛び回っているんですけどホームシックになります。そう、それを知ってる娘とかはやっぱりすごく心配してくれますよね。本当に寂しくなっちゃう、そう見えないからね困っちゃうんだけどね、実はそうなんですよ。あらちっちゃいのが来たかな。そう、でもなんか皆さんが、私がねこうやって普通のことを喋ってるとなんか安心するとか、なんかそれがいいって言ってくださったので、ちょっとそんな風に今日は普通のことをね正直にお話をしてみました。さっきもう一本撮ってるので、まあどっちあげるかわかんないですけど、まあ、両方あげるかもしれない。言ってることは重なりますが、そんな感じで過ごしてますね。5月ですよ。本当だったらねゴールデンウィークですけど、ハワイ寂しいゴールデンウィークですね。6月ね、すごくお花綺麗になるからね、早くみんなが帰ってきてくれたらいいなと思います。早くみんなとハワイで会いたいです。だってハワイ、ホノルルってみんな来てくれるから絶対寂しくないはずだと思ってたの。でも本当にこうやって帰れなくなっちゃうしね、みんながハワイに帰ってこれないわけじゃない、あんなに来てたみんながね。だからちょっとやっぱり早く帰ってきて遊んでくださいっていう感じです。ということで、いいお天気ですよね、青空ですね向こう側ね。はい、ではまた。